レバークは1979年にコンストラクターとして会一に参戦していたレーシングチーム。1978年にレバークが購入したロータス78レバークは1978年にヘクトール・レバークが自分自身がドライバー兼オーナーとなって設立したチームである。この時のマシンは片落ちのロータス78を購入し出走した。 全16戦にエントリーするも、予備予選落ちが3回、予選落ちが4回、感想は4度という散々な結果だった。このような状況にもかかわらず、第11戦ドイツ GP で6位入賞を果たした。1979年も引き続き、第13戦までロータスで参戦。第14から16戦は、自チームからマシンを自制して参戦。マシンは、 チャンピオンマシンのロータス79とレバーク HR100。しかし予選落ち4度、決勝リタイヤ6度で入賞も一度もできなかった。この年使用したレバーク HR100 は純粋なオリジナルマシンではなかった。HR100 はジェフ・フィリスが設計、ペンスキーの工場で作られたが79をベースにした改造車である。チームは解散し、 レバークは翌年以降は他チームから参戦をしている。エントリー数は3。また、ロータスのプライベーター時代も含めると、エントリー数は30、出走数は19。ありがとうございます。